アンブルケです。でメルカリでなんか結構ね、あのグッズとか転売されてるんですよ。例えば、まあ、マルセロはまだ浅いから転売とかされてなかったけど、はい、なんていうの、サインとか売られてたりするんです結構、はいはいはい、で何件かこう売れてて、で新規でこう出品してる人がいて、アンブルケのサインを、はい、でされてたから、しかもそれ発送地が大阪市だって、はいはい、わこれ買ってちょっと直接取引もし持っていけたら面白いなと思って、あー、はいはい、であの買ったんですよ。で買って直接こう受け取りたいですみたいな感じのやり取りに持っていって、でそれが今こんな感じなんですけど、であの直接渡すみたいな感じの流れで持っていけたんですよ。はいはいはい。だからそのどんな人がサインとかをこう転売してるんかなっていうのをちょっと知りたくて。なるほど。でしかもそのサイン転売してるってことは多分俺からもらってるわけやん、書いてもらって。そうですね、はい。でなんでこう転売したんかっていうその気持ちを知りたいのと、あとそのサイン転売してる時に本人来たらめっちゃびっくりするだろうなみたいな。確かに怖いっすそれ。のでちょっとこの動画今回してるんですけど、どんな感じやろ。いや確実にアンポルケを知ってるってことですからね。でそれはもちろんそうなんですけど、いやなんか嬉しいよりも怖いが感じないですか。あやってもたみたいな、はい、まあ確かによくはないことよな。まあそうっすよね。いやそのサインをさ買ってもらってるならまだしてもさ、あ多分サインってサインくださいって別にこれに価値はないわけやんか。もうこっちの気持ちやんそれって。そうですね。あの買いであげるか買いであげへんかって。そうですね。俺そのサイン書いてるお金なんか取ったことないんで、だからまあほんまに善意の気持ちで書いたサインを販売して、まあ、3,000円で売れてるんですよね。結構だいたい相場は3,000円やったね、見たら。あそうなんですか。そうで何件か売れてて、でこれがまだ売れてなかったんで買いに行ったんですけど、ちょっと気になるなっていうことで、であのまあ俺が受け取りにいきなり受け取りに行ったら、もうさすがにちょっと多分待ち合わせ場所にいきなり来ると対応してくれないっていうか、はい、びっくりしすぎて、はい、と思うんで、まあ一人代理のものを用意したんで、この代理のものに受け取ってもらって、で会話の中でいきなりこう登場しちゃおうかなっていう、あっていう感じでちょっと行こうかなみたいな。まあ、でほんまに来てくれるかどうかまだ、まあ確かに、確かに。いやでもメルカリって結構直接取引あるらしいで、なんかその送料とかをこうかかるやんか、送料とかって、はいはい、出品者負担とかっていうかな、はいはい、とかが多いから、なんかどうせその大阪で近いんやったらみたいな感じで、なるほど、あるみたいなんで。じゃあ絶対来ますね。もう来ると思う。まあ、3,000円やしな、神戸出向書くだけで。え、それってもう、あさってっすよね、その待ち合わせのその日程。あ、そこまで知らんかった、俺は。俺はやりとりしない。え、あさってやんな。あさって。あ、そうなんや。あさってみたいです。直近やな。はい。うわ、緊張しますね。緊張せへんな、別に。どんな人か、マジで想像つかない。いや、俺なんで打ったのか聞きたい。そこがまず気になる。まあ、確かに。まあ、ファンじゃなくなったやろな。あ、まあ、いらんくなったってことですかね。だからもう俺の需要がなくなったやろ。その俺のそのサインを見て多分頑張れる時期もあったんやろうけど、多分俺の需要がなくなって打ってもたんやと思う。あ、まあでもそれはちょっと俺の責任でもあるかな。ファンでいさせ続けられなかった。なるほど。そう、責任でもあるから、まあ、そこに関してちょっとごめんって言いたいな。まあそういう感じで、じゃあ明後日受け取りに行きたいと思います。当日ですね、はい、指定された場所の近くで今ちょっと待機中なんですけど、今日ちょっとあの受け取り人を用意しまして、さすがに俺がいきなり行ったら、まあ、おかしい状況になるやんか、どう考えても、ね、あの本心を聞き出せへんというか、はいはい、だから今日ちょっと用意しました。一人ウインナー。はい、でかいね。あのウインナーって名前さ、彼あのジョリーと一緒にやってる和歌山の新書場和園のスタッフです。なんか紹介しておきましょうか。新書場和園で働いてるウインナーです。お前緊張してるか。あの彼はインスタでジョリーが試作募集して、はい、日本で自分で応募してきたんやな。はい、だから元々視聴者というか、はい、ファンなんですよね。ああ、なるほど。誰のファンなんやったっけ。ルギア君のファンです。あ、そうなんや、はい、それちょっとひねっておもろい人もいるやん。まあいいや。そんな感じで、あのウインナーが購入して受け取りに行くっていう体なんで、はいはい、なるほど。購入者設定ですね。購入者設定です。ほんであの出品者のが大阪やったん でその今からこの指定されたこの公園取りに行くん で、ね、ウインナーちょっとそのなんで出品者んかっていうところのその本心をちょっと聞き出してよ。わかりました。うまいこと。じゃあちょっと待って行って様子見たいと思います。ウインナー急にもう汗すごいすごい。なんでそんな汗かいてる。俺見て、俺ダウンジャケット着てる。ダウンジャケットと長袖でさ、なんでジムさん汗かいてるの。暑い。緊張します。あ、緊張する。はい。おー。でしかもなんかそのバーで働いてるんですけど、ずっとなんか俺をメンバーにしてくれてってるんですよ。いや、お前するわけないやろ。俺誰でもメンバーにするやつだよ。いや、お客さんの席についてもうすぐメンバーになるウインナーです。それはおもろい。真顔で言ってんのよ。え、そんななりたいメンバー。なりたいですね、やっぱり。お前戦われへんやろ。今の状態では戦えない。今の状態。戦う状態にはなるんや。はい、これから仕上げていく。そうなんや。はい。まあまあでもメンバーにはなれへんから。うん、じゃあまあそんな感じで、じゃあウィーナーで今日はいい仕事してくれよ。はい。うん、頼む。お願いします。はい。お願いします。
まだもしかしたらなる可能性はないです。もう食い気味で、食い気味でないです。はい。電話つながってるか。もしもし、ウィンナー。ウィンナー。あ、はい。いい感じ？機械の耳。いい感じです。おっしゃ。え、じゃあそこで待機しとって。はい。で、来たら、俺こっちでカメ撮ってるから。はい。電話だけ繋いでおせずと。うん。はい。これ、窓開けながらか。どっちの方がいいと思うんですか。蔵のシート貼ってるんで、いや、ちょっとだけ開けとこう。こうなるんですよ、見やすいと。ちょっとだけ開けよう。バレへん。あ、そんなに行く。結構距離近いっすね。距離は近い、だいぶ近い。けど別に車なんかさ、公園なんかどうでも止まってるやんか。そうそう、分からへんと思うけどな。うん。お、来たんちゃう、来たんちゃう。はい、はい、ここにいます。すみません。ありがとうございます。わざわざすみません。これがルキアさんの。はい。あ、そうなんですか。どこで手に入れたんですか。はい。あ、そうなんですか。ファンなんですか。はい。自分もファンで、はい、まだ会ったことなくて。あ、そうなんですか。めっちゃかっこいいですよね。自分もその、ルキアさんのその、格闘技見て、自分も初めたんですよ。そうだよ、はい。頑張ってますね、今。ああ、やっぱそれありますね。わかります、わかります。ちなみにも、この辺の方なんですか。あ、そうなんですか。すいません、わざわざ。いいよ、こちらこそ。そうそう、行こう。行きます。次行こう。もう終わりそうですね。終わりそう。次行こう。行ってくる。こんにちは。え？こんにちは。アンパです。あ、ちょっと次行きます。こんにちは。アンパです。あ、全然。はい。いや、まあ、ちょっといきなりカメラ回してるんですけど。いいだ。はい。これなんでサインで売られたんですか。これ俺が書いたやつですね。はい、はい、大ファンで、はい、そうです。え、ファンなんですか。はい、大ファンです。今電話つないでて、音でも聞いてたんですけど、いや、普通ファンやったらサインで売らなくないですか。はい、その自分が持ってる中で一番価値あるもので、はい、ちょっとお金の、すいません、そういうなんかそういうつもりで、どんな思ってるつもりだったんで、本当に生活とか、すいません。どういうこと。え、生活が困ってて、はいはい、生活に困ってて、はい、自分に持ってるものが俺のサインに価値がないと、はい、でそんなわけないでしょ。いや、本当です。もう服とか持ってるじゃないですか。いや、もう売れるものは、もう本当にお金ちょっと、まあ、そうなんですか、はい。で、なんか電話で聞いたんですけど、あ、ちなみにこれカメラ回してて大丈夫ですか。あ、モザイクかけていただければ大丈夫です。いや、それはかけないです。え、かけないですか。いや、勝手にだってサイン売られてるんで、ここちょっと、ちょっと恥ずかしい、ちょっと。まあ、じゃあ、え、ファンなんですよね。はい、大ファンです。で、お金がないからサイン売ったってことですよね。はい。じゃあ、そのファンなんやったら、はい、その、俺の YouTube で見てます。あ、はい、もう見てます、最近の。じゃあ、YouTube のそのチャンネル登録してるかどうか確認していいですか。はい、もう全然。おほ、あ、してくれてます。ベルマークも押してる。おー、はい、通知もしてます。通知まで、はい、本当に大ファンなので。え、ちなみに今何歳なんですか。今21歳です。あ、21。はい。名前は秋広です。秋広。はい。え、秋広は、はい、なんでそのお金に困ってこのサインを売ることになったの。普通に生活してたらちょっと遊んだりしてたらちょっとなくなっちゃいました。あ、本当に、はい、ちょっとジムとかあるんで行きたかったんですけど、ちょっと本当にお金がなくて、ちょっとこういう形でもなんていうんでしょう、あえて本当にめっちゃ嬉しいです。まあ、俺はちょっと正直、いや、僕ここは、いや、俺もそう嬉しいよ、もちろんファンで言ってくれてることは嬉しいし、はい、そのチャンネル登録してくれて見たし、はい、まあでもやっぱな、そのサインっていうのはさ、その人の価値のものだしさ、はい、その売られるために書いてるわけじゃないから俺も、あ、っていうとこは正直あるかな、はいはい、まあでも、なんてやろう、ほんまに俺のこと好き。あ、大好きです。
ちなみに、はい、最近俺服出したの知ってる？あ、もう知ってます。名前知ってる？マルセロ。おー、はい、めっちゃ好きで、あの服も買いたくて。でも、はい、ポップアップやってます知ってる？あ、ポップアップ、はい、知ってます。でもそれもちょっと、あ、じゃあちょっと、なるほど。ラーメン、あの車からさ、はい、マルセロのパーカーちょっと昨日俺が着とったやつ持ってきてくれる？あ、クロスか、うん、いや、持ってきてって言っただけ。あ、そうですね。その生活に困ってるの？今はちょっと困ってます。まあ21歳やったら、まあ俺も正直めちゃめちゃ枯れなかった。あ、全然なかった。あったんです。じゃあ秋色これさ、はい、まあ今日出演してくれたしさ、その代わりこれちょっと YouTube にしてもいい？あ、もう全然。モザイクはかけるわ。あ、うん、お願いします。かけるから、はい、これちょっとマルセロのパーカーあげるわ、はい、え、いいんですか？いや、でもこれさすがにメルカリでたらしわけで。あ、これ、はい、これはもう絶対に、本当に。もうあの、家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 の、そこの辺やろ。あ、はい。お母さん、お母さんもチャンネル登録したで。あ、そうなんだ。すごい。ありがとう。でももしこれ、あの、出品され、あ、じゃあこれちょっと、マークつけとくわ、ちょっと。いや、これもしかしたらさ、別に買ってても売る可能性はあるやんか。いや、ない、はい、まあ。一回それがある。ペンある。めっちゃ嬉しいです。ちなみにメンバーで、誰が一番好きですか？それはルキアさんが一番僕は好きです。じゃあこれここにマーク書いてるからさ、ニコちゃんマーク、これもし売られとったらアキーロが売ったってことやから、それは、はい、もうこの辺うろうろして、見つかるまで佐々木探すだけ。はい、え、ほんと、え、いいんですか？いや、いいよ。まあその代わり、まあ、YouTube にさせてもらうけど、あ、ほんまにファンで追ってくれるんやったらさ、はい、これももうそのまま本当にいいです。ちゃんと購入手続きはもう受け取り評価して、はい、あのお金は行くようにしとくから。え、ありがとうございます。え、本当にありがとうございます。これ着てみてもいいですか？あ、全然着て。いや、でもなんかほっこりしますね。そうやな、なかなか本当に好きなんやなって、うん、ね、うん、おお。あ、いいやん。え、めっちゃいい。めっちゃいいです。めっちゃ嬉しいです。もう似合ってる。生地もめっちゃ、え、かわいい。これアヒーローとおそろになってまいりました。え、うますね。嬉しいです。え、めっちゃかわいい。かわいいやろ。大事にします。いや、ほんま打ったらあかんで。あ、これも、はい、これももう大事にいきます。頼むで。はい、わかった。いい、はい、じゃあ今日はじゃあ出演してくれてありがとう。まあちょっと、もうでもサインもこれ出しやめな。いや、もう出品は、はい、本当に嬉しいです。絶対しないです。ありがとうございます。じゃあ、まあ今日今回こんな感じでね、メルカリに自分のサインを出品してる人に会いに突に行くってみたいな動画になったんですけど、まあ結果よしということで、はい、はい、ね、よかったですね、はい、まあよかったです。あ、ちょっと最後にいいですか？ちょっと熱かもしれない、ツーショットの写真だけ撮っていただいても。いや、全然いいよ。え、ありがとうございます。ダメ、じゃあちょっと撮ってくれる。あ、撮ってくれる。いいですか？はい。でも、アキーロ、この写真撮ったらあかんで。あれは、裏写真撮るとこない。自慢します、自慢します、みんなで。いきます。はい、チーズ。はい、いい。ありがとう、じゃあ、今日は。ありがとうございます。まあ、俺がありがとうってなす、おかしい。ありがとう、新しい経験できた。じゃあ、ありがとうございます。じゃあまた。本当に大丈夫です、はい、ありがとうございます。あの、もし生活良くなって、はいはい、お金に余裕ができたら、またジムにでも通いに来て。行きます、うん、ありがとうございます。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。気をつけて帰りや。あ、決まります。ありがとうございます。気をつけてください。大事にします。いや、みんな良かったな。どうですか？みんなうまかったわ。結構話こう続いてるというか。確かに、これメンバーありえるんじゃないですか？メンバーないね。全速のやつはメンバーみたいな。なんか和やかな、いい感じだったな。なんかいい感じでしたね。いいっすね、この企画。いや、俺正直、はい、トツ行って、はい、もうスパーリングぐらいまで繋げたのかな。なんかそれも新しくて面白い。でしかもこの公演がさ、ちょうどリングみたいなのがあったんや。うまっすね。ここでスパーリングする動画にしようかなと思ったけどさ。まあ逆になんかすごい良かったな。いや、こんな綺麗になんか新しい、ね、なるとは。ラーメンどう？え、めっちゃほっこりした。ほんまに好きなんよ。いや、まあルキア君のサインに価値を感じてるから出品しちゃったわけだから、うん、まあそうよな。それもちょっとまあ確かに形はあれやけど、嬉しい、嬉しい。なるほど。どうやったんですか、初出演？初出演ってことでめっちゃ緊張しましたね。とりあえず YouTube してる人の気持ちが分かりました。1本目で。はい、1本目で。1本目で、はい、あれだけで。なるほど。じゃあ今後シューシューバーワインのウインナーと、はい、ウインナーとラーメンってどんなあれなの？なんかドラゴンボールみたいな。2人でウインナーラーメンやフュージョンしたらシャウエッセンや。じゃあなんでなんすか？ラーメン消えてる。じゃあそんな感じで今日の動画終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。